こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、アカウント停止や凍結の強制退会、作れない、無期限利用停止にされない方法とはというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この流れはですね、メルカリアカウントはですね、他の、いろんな情報が入ってきまして、やはりですね、アカウント削除ですね、停止の方かなり増えているということで、ぜひね、アカウントを取れない方法ですね、それをね、考えてみましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね。で、今ですね、メルカリからメールが以前送られてきたんですけど、規約ですね、規約はかなり変わったってことで、どういった部分がね、メルカリに反してアカウント削除ですね、もうかなり速いスピードで削除されますので、ぜひね、気をつけて、ね、いただければいいかと思います。はい。ですね、こちらですね。まずユーザーですね、本人登録、本人がいるんですね。はい、こうやっていられまして、複数のユーザー登録はできないですね。はい、登録拒否があるんですけど、簡単、ここは注目はここなんですけど、過去にですね、本規約ですね、違反等により弊社が利用停止、今回は私はこのパターンですね、でアカウントを取られました。はい、だから嘘ですね、嘘の規約なので、本当の情報ではないとあなたのアカウントを削除しますよってことですね。これを実際やってきます。なのでぜひね、アカウントを持ってる方気をつけていただければいいかと思います。はい。あとですね、利用者とのトラブルですよね。利用妨害ですね。購入者の方とトラブルとか、いろいろあると思うんです。そういったのも結構敏感に感じてアカウント削除の対象してくるようですよね。かなり。はい。あとはこの暴力なんですね。こういったのはまたあるんですよね。はい。で、他にもですね、いろいろありまして、ついにね、ユーザーの自身の正確な登録ですね、情報登録が求められてますね。これは絶対守っていただけるかと思います。はい。で、ユーザーアカウントですね、第三者に利用させることですね。なので、他人のアカウントを、その持ってる方は使えばいいんですけど、その他の方が使った時点でアカウント停止ですね。ありますね、不十分で、管理不十分の情報も、こういったのですね。なので、こちらもですね、第4条ですね、こちらの方を見ていただいて、確認していただければ問題ないかと思いますが、ぜひね、非常にですね、メルカリアカウントやはりですね、削除対象非常に多くて、やはりですね、多いです。いろいろ聞いたんですが、ぜひね、気をつけてね、いただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレイします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube からその一切受け付けてません。LINE 登録をよろしくお願いします。本日は、さあ見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。